はい、皆さんこんにちは、キックです。今回もこちらオナムール実況していきます。前回の動画はまだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。ということで、ちょっとねレベル50目指して3度目の正直やっていきたいと思います。まあ、今日はねちょっと前回よりも指を温めてまいりましたのでいいところまでいけたらいいな。で、頑張ってハートを育てたいんだが、真ん中はちょっと避けづらいな。真ん中はちょっと避けづらい。ちょっと上か下かに。バナナ取っとくか。バナナ取っとこう。都会の圧力跳ねのけとかないとね、後々本当にね痛い目に遭いますからね。この辺はね何度もクリアしてるからね、何事もなく通過していきたいんですよ私は。何卒よろしくお願いします。サクランボ欲しい。サクランボ、あーでも今サクランボ掘ってもあんまりうまみないかな。そんな気がしてきた。お、ちょっと下のハートがいい感じに育ってきましたよ。ちょっとあれだな、左側にちょっとハートがないのは上下に集中しちゃってるからだな。ちょっとまずあのバナナ取っておきましょう。で、あのハートもうそうだね、避けらんないね、あの配置だとね。あ、バナナ欲しい。あのバナナ欲しい。よしなるべくねハートを避けて育てたいからね。なんかすげえ今矢印上向いてたなあ、風船ね。パーヤパパーパーヤパパー。お、ナイスエナジー。チュチュルチュパー。さあゴールするぞ。なんか今ニューで出ましたね。やった。いやもうここはね本当にね、もうサクサクっと行かんことにはしょうがないんですよ。レベル50をね目指す身としては、まあ、ちょっと今回はね本当にどうしようもなかったらね、スコア一旦度外視で途中から始めるということもやむなしだと思っておりますがまあちょっとそのカードをいつ切るかだな。あの桜も欲しいけど、めちゃくちゃ危ない場所にある。あの桜もはちょっと、取っちゃった。ハートが出てくる向きに気取られすぎた。はい、もう一回。はい、なんとか帰ってまいりました。レベル11でね、僕ね重大な勘違いをしていたことに気づいた。僕ハートの向きってなんかランダムにふうふう動いてるもんだと思ってたんですけど、これあれだな、ソワソワールの位置と連動してんだな。ソワソワールと反対に動くように多分なってたな、あれ。だからね、僕いい位置を引いてゴールしようと思って、でなんか変な風にタイミング見計らってミスってたりとかしたじゃないですか。あれアホでしたねソワソワールの位置を自分で調整しなきゃいけなかったんだ。あの桜欲しいな。あー当たっちゃったな。まあしょうがない。もうねレベル11から先はねもうしょうがない。とりあえずまずはねまずはゴールすることが大事スコアは2の次。いや、ハートはなるべく育てる。まあ、なるべくです。頑張りましょうというぐらいの。
あ、張り出してきてんな、デビル。もう都会の圧力、都会の圧力。バナナはまだいいや、飛んなくて。ああいう風にね、変な角度から入っちゃうと、ハートがね、変な角度に飛んでいくんですよ。クマさん。あ、もうちょい育てたかったな、あのハート。まあ、しょうがない。あ、メロン、メロン、メロン。あ、メロンどうしよう。もう少し取っとくか。もう少し取っとくか。今危なかった。今危なかったよ。まあまあまあ悪くない。あー、音符、音符。うわっ、うわー、上行き過ぎちゃった。呪いの音符なんだ、あれ。はい、トライトライ。はい、レベル中級戻ってきた。車、車。メロンバリア。あー、ここでメロンバリア聞いたくなかったな。都会の圧力跳ねのけるのに使いたかったな。でもあの車は避けきれなかった。車は避けきれなかったな。まあでもね、あのレベル20体もパーフェクトできましたね。でもこれ途中で死んじゃったら意味ねえんだよな。はい、ハイスコア更新した。フォークだけ突き出てんのやだな。フォークだけ突き出てんの。あ、桃だ、桃。でもこの配置だとあんまりあの桃、あ、めっちゃパワフル。そうか、桃ってあんなパワフルだったんだっけ。わ、バナナもいっぱいだけどフォークもいっぱいだな。はい、カニさん。お、なんかハートがめっちゃ育った。これこれこれ、あ、ああ、これいただいとくか。これいただいとこう。ちょっとなんか果物いっぱい取っちゃった。あんまり美味しくないタイミングで果物取っちゃった。まあ、とにかくね、クリアすることが大事ですからね。落ち着いていきましょう。落ち着いてね、落ち着いていきましょう。本当にヤバくなったらね、果物もしっかり取ってね。でも上側が張り出してきてんだよな。上側が張り出してきてんのよ。危ない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 。わあ、怖い怖いな。あれなんとか跳ねのけらんないかな。なんとか跳ねのけらんないかな。あ、メロンバリア。お、なんか跳ねのけられた。あ、なんか跳ねのけられたぞ。あ、やばい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 。あ、危ねえ。危ない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 。あー、火山が噴火してるよー。あー、上行きすぎちゃった。海底火山の噴火でおだぶつ。もう一回や。おや？いや、ちょっと、もう、あのね、カットしてると思いますけど。ひどかったな、今回ミスしまくって。ちょっともうダメだ。途中からやろう。わわわわ、おや。こりゃひどい。でもこういうことですよ。もうこっからですよ。こっからやりますよ。でも
あれを避けないといけないんだな。お、避けた。やったぜ。てか、なんかすげえ魔界って感じの BGM。メテオ。あ、なに、あの、破片もダメなの？うるさい。メテうるさいわ。マジか、勘弁。これ、避けるのきついよBGM がかっこいい。メテオ。よし、もも。あ、なんか乗り切った。うるさい。なんでさ、なんでそんなシーラカンスみたいなのいんの？なんでシーラカンスみたいなのがいるわけ？あー、きつ。あー、ここ。わー、いけた。魔界のトップ。なんか、なになに？なんなのこれ。これなんていうギミック？これなんていうギミック？あ、なになに？怖い。わー。お前かい。ちょっとお姫様かと思っちゃったじゃん。え、どうやって取んのこれ。わー、またお前かい。お姫様かと思っちゃったじゃん。ちょっと太いな、あのお姫様。おや、わーきつ。わーきつ。魔女キブクレの心に殺されてしまいましたとさ。ちょっと、こっからでいい？許して。あのさ、親だな、ほんとに。なに、上からなんであんなにポッコ打ってくんの？そっか、モナガール。モナガールいないのも結構きついんだな。これどうやって避けるのが正解なの？おや？これどうやって避けるのが正解なの？待って、でもここを通過しないことにはお姫様助けらんないもんな。BGM が怖いよ。おやだな。うわ、マジか。もう少しだったのにな。これできるまでやる。今日はこれできるまでやるよ。なんであのさ、いっぱい怒ってくんの？うわー、惜しかった。今の惜しかった。でもこれ横にね、横に進んでいくスピード自分で変えらんないからね。お、いけんじゃない？いけんじゃない？これ。うわ、いけた。何？鍵を取れと。わー、触るつもりなかったのに。親だな。わ、分かってたのに、正しい鍵。わー、正しい鍵分かってたのに。違う、キブクレじゃない。もうプリプリン姫直接行くよ。鍵が分かっても、
あーほら触っちゃった。もうこれ鍵が分かっててもさ鍵が分かってても取りに行けねえんだわどうすんのこれ。早く。はい、わかった。はい、わかったけど、取りに行けねえんだわ。これ、やった。もう絶対ゴールしろ。絶対ゴールしろ、これ。絶対ゴールするぞ。よし!やったやったぜ。てーん。星は全部取りましたからね。ま、ちょっとスコアはちんまい感じになっちゃいましたけど。なんとかレベル50通過した。なんとかエンディング。The end? Save all the people. はい、まあね、そりゃ全員助けなかったら、多分ハッピーエンドにはならんじゃろうなと。そんな気はしておりました。がですよ。それはさておき、とりあえず、なんとかレベル50通過しました。で、本日の目標は達成ということで、ちょっとね、まあ、まず、レベル1からレベル50まで投資というのは置いておいて、ちょっと置いといた方がいいかなと思った。その前にね、ちょっと、モナガールをね、全員助け出したいんですけども、まあ、それは次回、やりましょうということで、今回はね、ここで一旦切ろうと思います。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。アンドゥー。